こんにちは、じゅんです。ゆっこです。今回は、はい、飯塚知恵プロによるレッスン動画になっております。はい、今回はですね、はい、スコアが伸び悩んでいる方に向けたレッスン動画になっております。はい、私かな。そうね、私でもあるかな。うん、はい。その内容はですね、うん、伸び悩むゴルファーが必ずと言っていいほど落ちてしまう間違った手首の使い方です。なるほど。なんかわかる気がする、ね、なんかわかる気がするけどちょっと難しいかもしれない。はい、まあ、でもね、やっぱ手首返せとかいろいろ多分言う人いると思うんだけど、うん、実際に何が正しいのかわかんないし、返したらダフっちゃったりとか、トップしちゃったりとか、でも返さないようにするとなんか手がどっか行っちゃったみたいな。わかる。そう、右にすっぽ抜けたりとかね。ああ、それあるね。難しいです。難しいですよね。はい。まあ、でも今回は、チェ先生が、まあ、その手首の使い方について詳しく教えてくださっているので、はい、ちょっとね、見ていきたいなと思います。はい。いきますよ。はい。今回は正しい手首の使い方をお伝えしていきたいと思います。皆さん、手首の使い方おろそかにしてませんか？手首の動きとっても重要なんです。なぜかというと、クラブと自分をつないでる唯一の部分、手首ですよね。この部分がちょっとでも違う動きをしてしまうと、クラブに間違ったエネルギーを与えてしまうので、手首の動きってとっても大事なので、今回の動画はしっかり見て一緒にやってみてくださいね。はい、まずクラブが近くにある方は一緒にクラブを持ってください。そして少しフルスペースがある方は一緒にやってみてください。最初にアトラスの形を取り、グリップを握ってください。はい、そしたらずっと上に持っていき、ヘッドを時計の針で言うと12時まで持ってきてください。そして今回は右手の使い方でお伝えしていきたいと思います。この12時の針からぐるっと右に回していただくんですけども、この時のポイントが、はい、右手がずっと甲側に折れていく動きをしてください。甲側に折れていく動きです。そうすることによってフェースがスケアな状態も保てます。はい、いきますよ。12時から3時にかけて手の右手のひらを甲側に倒してみてください。そうするとフェースの面が自分の正面に来ると思います。この状態がスクエア、正しい手首の使い方になっていきますので、ぜひ一緒にやってみてください。ここから右手の手首を下ろしていくんですが、インパクト後は解放です。また同じ12時から3時、この時に右手の手のひら甲側に折ってください。そうすることによってフェースの向きがスクエアの状態を保っているので、ここから右に回してあげてください。はい、ですね。はい、ちなみに、はい、間違った手首の使い方ってどんな感じですか？逆に間違った手首の使い方としては、12時から3時に下ろした時に、はい、右手が甲側に折れずにまっすぐな状態がある、または内側小屈の状態にあった時に、はい、どうなるかというとフェースが開いちゃうんです。はい、こういったことが起きるので、右手の使い方としては甲側に折りながらぐるっと回していっていただければなと思います。この状態ですね。はい、インパクト後は解放です。常にぐるぐる動かしてあげてください。動くことによってクラブがたくさん動くので、ヘッドスピードが走ります。あくまでも動かしながら背屈です。これを固定してしまうとクラブの動きが止まっちゃって硬くなるので、固定するのではなく常に動かし続けてあげるっていうことが大事になってきます。はい、今回は正しい手首の使い方、右手でした。ありがとうございます。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回の伸び悩むゴルファーが必ずと言っていいほど落ちてしまう間違った手首の使い方、はい、今回のチェ先生のレッスンできっ
っとまあどういう練習したらいいか分かったと思いますので、はい、ぜひね実践してみてください。はい、やります。はい、あとですね、最後にお知らせがあります。ででん、リンゴルフの LINE アットが開設しました。皆さん概要欄に URL 貼ってありますので、はい、LINE アットで友達追加するっていう風にやってください。はい、はいはい、あとですね、リンゴルフのチャンネル登録とコメント高評価待ってます。お願いします。お願いします。